はい、どうもこんにちは、りゅうたろうです。今回はアイリスペイントの使い方を教えていこうと思います。今僕が使ってるアイリスペイントはこの上の方にあるこのアイリスペイント青色の方ですね。はい、それで使ったと教えます。まずここのブラシというところでいろんなね先っぽを入れます。いろんな柄だったりもありますね。例えばこうやって、はい、それで書くときは簡単に、ただこのように手でもいいしペンでもできますね。そんなように書けますね。いろいろ種類が豊富なのでいいです。それでここで大きさを選べます。例えばこのやつでちっちゃすぎると思ったらここでちょっと大きくできますね。このように違い分かりましたか？これはちっちゃすぎますね。じゃあ大きくしたらこんな感じになります。書きやすくなります。あとはこうやってやりますと指でこのように上下上下とやると広げたりちっちゃくできたり拡大することも可能になります。これは絵を描いてしまいました。これ全部消すのでめんどくさいです。しかもこれはあんまり大きくはあんまりなれません。これにも種類があっていろいろと。もう大きいんですけど大変です。ちょっとそういう時はこの、下のこれをやると消せます。このように戻ります。こっちを押すとまたこっち側に行きます。このように。はい。では次。ここは色の薄さですね。薄さです。ここでの薄さで、ここで写真を載っけられますね。で、これはなんかフォルダに入れるとかそんな感じですね。で、これは新しいファイルのようなものを作ります。それからこっちの FX というのは色を変えたりなんか明るさを調整したりそんなことが可能に思います。はい、それでこれはすいません、今全部来るのができました。このように円とかやってこれが終わりますよね。それでここにこのように書いたらすいません、あ、そうです、こうやって塗ったらこの中だけに収まります。はい、でこのようにいろいろ選べるんですね。これで、はい、こんな感じでいろいろ書いて、こっちはラインの方ですね。あ、すいません、間違った。こっちは色を見れます。このように拡大して。これもいいと思います。これは、いろいろ、くねっとやったり、いろいろできます。形とか整えて。そんな感じで。で、ここは、選べますね。何か。これをこうやったら、絵描いているわけじゃないんです。この部分を、例えば、これですね。このように引っ張ってくれます。このように。で、こっちは、水みたいに絵の具のようにすることができます。ぼやけたり。はい。で、こっちは、こっちもね、選べたやつに、このように動いてるみたいな感じだったり、こうやってやっていくと、こんな感じでちっちゃくなって、大きくなったり、いっぱいいろんなことができます。大きくしたり。はい。これは全部の色を塗ってくれますね。例えば、これ全部ペンで描くのはすごい大変だなって思った人とかいるんじゃないでしょうか。こんな感じ。はい。そういう時はこれを使ったら全部に塗ってくれますね。あとちょっとこういう、全部ではないんですけど、こういう穴があったりしますね。で、これはテキストっていうので、これにはなんか書いた文字をこのようになっていますね。それで、これはいろんな、どんな感じにしようかとできます。これはなんかいろいろ線にするかこのようにしないかとかそういう感じですね。で、これはサイズで大きかったりちっちゃかったりできます。で、これは色ですね。今こうやって色が変わってこれをなくすこともできます。このようにやるといっぱい染み込んで、テクストっていうのはこの書いてる場所の色を変えます。はい、それでこれは伸ばしたり、縮めたりだったり、こっちに行ったり、こっちに行ったりとかで、これはまだよくわかっていません。すいません。
で、これがいろいろ選べて、で、こっちは、すいません。こっちはいろいろ色ですね。こっちで変えれて、で、これはこういう感じで調整できます。はい、で、これは何か僕もわかりません。サンプルだって、こうやって、なんか2つの文字やったり、こういう感じに不思議にやったりできるものですね。で、これは、何でしょうか。こういう感じにやったりしますね。で、これは消します。これは、で、消しますね。はい、そんな感じで。こっちはラインみたいな、そんな感じで。フレームってやると、このように書いたり、わかりますかね？この、線が出てくるんです。これ、色も変えれて、背の色を、これがいいなって言ったら、この色になっていきますね。こんな感じです。めっちゃ面白い。で、こうやって変えることもできますね。例えば、ここにフレームを、ちょっと待ってください。フレームをやりましたね。で、フレームもね、これをこうやってやると、色は面白い感じに、ここだけこうやったり、ちっちゃくやったり。面白い感じにできます。はい。で、これは、これをがいいなっていう時に、例えば、今こうやって色を、ごめんなさい。これはね、なんかできない。テクストやったらこうやってできないって言われるんですけど、これ大丈夫です。こっちに戻せば、こうやって書きます。これを、このように書けるんですけど、これを、ちょっと待ってください。こんな感じに塗ったら、で、次、違う色を塗りました、こっちに。この色またいいけど、もう一回、同じようなの、どれかなって思って、大変じゃないですか。これじゃない、ちょっと深いすぎる。こういう時に、これをつければ、もう一回同じ、この色にできます。ちょっと違う色だと思われるんですけど、同じです。はい。で、あとはですね、これはね、いろいろ、なんか、大きさとか、そんな感じで。まあ、まだわかんないんですけど、接着を変えたり、いろいろ。で、ここは、色を、違う色にしすぎますね。このように。色を逆転させます。こんな感じです。これで消せます。一個のやつは。はい。で、それで、ここでね、ザラザラっと、黒いザラザラ。とかできます。これで黒にしたり白にしたりなくしたりっていうこともできますね。はい。で、ここで切ったりできます。で、ここもなんか手のやつでした。例えば、すいません。新しいのを作って、ここにこうしましたね。こうやったら、できますかね？待ってください。このように書きましたら、これで、これとかにして、こうやってね、ペンでした。すいません。これで、オフにしてました。こうやってやると、これを線みたいにしっかりと書いてくれます。まっすぐに。で、これは、なんか、こういうピントを合わせて書くみたいな感じですね。だから、これで、円とか書いたら、わかりませんね。すいません、よくは。で、ここで、すいません、今までコネクションが悪いんですよ。ここは普通はいろんな絵とかだって、それを貼り付けることができます。で、これはペンと消しゴムを入れ替えるやつで、これで見たり、完成したのを見たり、邪魔じゃなくなります。こっちのペンとかを選べなくて、ただ見るような感じ。になります。でもう一回こうやってやったらできます。で、これで、今、フォトライブラリーに送られて、これもフォトライブラリーみたいな感じですね。で、これはセッティングを見れます。で、これはギャラリー。はい。ということで、今日はお教え方しました。バイバーイ。